よっしゃ、これでいけんだろう。旦那まんや。でも翼が折れてる。お、言ってなかったか。俺は陸海空の三階すべてを制した男、シド・ハイウィンド様だ。覚えとけ。どうする気だ。今から俺様のことは船長と呼んでくれ。大船に乗った気でドーンと構えたろ。ドーン。じゃあ行け。ホレルの山を抜けてコスタッテルソルの海、そっから先は行くのですな。よし、決まり。さっさと海まで行こうぜ。船長、コスタデルソル、お願いします。はい、さあ全速前進。ケットシ、今のうちにキーストーンの話を。あいな、20年ほど前の話なんですが、とある国統付き社員が会社を説得して、宝庫の館という博物館を建てたんです。記録によると、そこにキーストーンが保管されとったみたいですね。ゴールドソーサーにあるんじゃないの？まあまあ、最後まで聞いてください。その宝庫の館が、そりゃもうとんでもなく古いって、すぐに閉館になってしまっている。その閉館のどさくさに紛れて、キーストーンが消えたっちゅうわけです。やっぱりないんだ。手がかりがないんだ。元館長に聞けば、なんか知ってるかもしれません。いや、お、やけに詳しいな、兄ちゃん。しゃれきだ。そろそろ館長からの降格で取り付けあったリオナンが、ゴールドセンサーを企画して延長にまで上り詰める復活劇。これは死んだドリームの一つですわ。おい、シド、あんたも死んだの関係者だ。今でもそうだぜ。うまく使えば便利な会社だ。気に入らねえな。俺たちは反信者の旗を掲げてるんだ。それを言うなら俺は反権力よ。誰々と上から何か言ってくるやつが出っ切れよ。だから俺は空の上が好きなんだ。上には誰もいねえからな。せいぜい下から叫んでろって聞こえねえぞ。ってな。飛びてえな。ジョニーの怪我、治ったかな。シーサイドジョニー、繁盛してるといいね。どうだか、うさんくさい儲け話に虫食らえていいんだって。この度はブロンコ海運をご利用いただき誠にありがとうございました。と、あれ、会社の名前変わったね。もう飛べないからね。だあシド、こんなに付き合ってくれてありがとう。なんだなんだ。で、ゴールドソーサーに行くんだろ。俺もチクッと見学してくっから、ついてっていいか。もちろん。エアリスはいつも返事がいいな。はい、よろしくな。あれ、ヴィンセントは？あっち。めんどくせえやつだ。いつぞやの誰かさんを思い出すぜ。ああ、放っておこう。俺のことか。
消しぶって。ねえクラウド、ちょっと見せて。塩の香り、それもずっとずっと古い海の香り。わかるか。うん、じっちゃんに聞いたことがある。大昔、世界の中心が海だった時代に海賊たちの戦争があったんだ。あ、ほら、射的ゲームのパイレーツランページ、あれの元になった物語だよ。クラウド、聞きたい？ああ、そうだな。昔話なら任せてもらおうか。まだ飛行機や列車が影も形もなく、船が世界の主役だった時代の話。とある海に魔物を船員として従える異色の海賊がいた。その海賊は壮絶な海賊戦争を勝ち抜き、海原を血で赤く染めたという。全ての海域を手中に収めた海賊はいつしか海賊王と呼ばれるようになっていた。海賊王は死の間際、自分が所有する宝の中で最も大切なものを4つに分けて封印したと言われている。秘宝の守護者である魔物と共に、この地図には海賊王が隠した秘宝の在りかが記されているようだ。そして今、秘宝の封印は解かれた。眠りから覚めた海賊王の軍勢が相手だ。秘宝を手に入れるのは容易ではないだろう。しかし、だからこそ。すっごくワクワクするよね。ただの伝承ではなかった。あれは和装。震えが止まらない。このカードを捨てなければ。分かっているのに、どうしても。何もかもが遅すぎたんだ。クイーンズブラッドの生みの親であるリドラル・バモン氏の家の前にいます。これより
突撃取材を敢行したいと思います。なんだこの匂い、ひどい匂いだ。リドラムさん、いらっしゃいますか。大変なことになりました。リドラム氏が死んでいます。死後どれくらいでしょうか。腐敗の状況からかなり経過しているようです。後日解剖の結果、死因はガスと判明。現場の状況からリドラル氏は飲まず食わずでクイーンズブラッドをやっていた模様。遺体のそばには無数のカードが散らばっており、おいおい待てよ、あのカードってまさか黒紅の。ボイスメモはここで途切れています。リドラル氏は世界で1枚しかないカード黒紅の女王を所有していましたが、遺品からは見つからず、第一発見者の記者が持ち去ったものと考えられています。以降その記者は行方不明、予期せぬシャットダウンを確認、再起動中、しばらくお待ちください。私は何を、あ、そうでした。カードバルトでクラウド様に負けてしまったのですね。ああ、次こそは勝てるよう、さらにバージョンアップしておきます。ありがとうございました。おめでとうございます。ランクが先決の軍師になりましたね、クラウドさん。連絡船でお会いした天才バウターのレジーさんがゴンガガに滞在しているという情報を入手しました。軍師 VS 天才、素晴らしいパートになる予感がします。ぜひ挑戦してみてください。ああ、なんだクラウドか、こんなところでどうしたの。もしかして私とバウトしたいの。別にいいけど。やるならさっさと済ませましょう。昔話をしようか。かつて美しく心優しい女王がいた。女王は民に愛され、女王も民を愛していた。しかし突然ある日を境に、女王は冷酷で残忍な性格に変わってしまう。で姿や声はそのままに、中身だけを入れ替えたかのように。それ以降、女王は民の命を使い侵略を始め、領土が広がるにつれ民は死んでいた。ある日、苦しむ民の前に一人の魔女が現れた。その魔女は水玉色の不思議な力を操り、民たちを追放し、女王を捕らえ処刑した。その手に流れた黒紅色の力、モンスターが生まれ、そして世界中に広まった。これが黒紅の女王の物語だ。ただの昔話、伝承、言い伝えのはずだった。しかし彼女は実際にいた。いや、これから生まれると言った方が正しいか。もう分かるだろう、黒紅の女王だ。彼女をよみがえらせてはいけない。
私ではダメだった。あとは君に託そう。そう、君だ、クラウド。ホーンテッドホテルで待つ。急いでくれ。ごめんなさい、ちょっと調子が悪いの。ねえクラウド、黒紅の女王ってカード知ってる？世界で1枚しかない最強のレアカードなんだけど、実はそれと対をなすカードが存在するの。正玉の魔女っていう。ごめん、やっぱり今のは忘れて。疲れてるみたい、少し休ませてもらうわ。おめでとうございます。ランクが先決の公爵になりましたね。公爵となったクラウドさん宛にメールが届いています。ゴールドソーサーのホテルで待つ親愛なる亡霊よりとのことです。これはバウトのお誘いでしょうか。ついに全ての楽譜を引きこなされたのですね。教会より最大級の感謝を込め、それとこれは私からの感謝の気持ちです。幼い頃より目の見えなかった私にとって、音はこの世界のすべてでございました。小鳥のさえずり、そよぐ風、滴る雨、彼らの奏でる美しきメロディーは闇に閉ざされた私の世界を鮮やかな色と光で照らし出してくれたのです。ピアノを弾くことで私は世界と語り合い、心に光を取り戻すことができた。私はこの美しい音色で世界を満たしたいのでございます。この楽譜は私にとっての光、あなた様ならばきっと弾きこなすことができるでしょう。これからもどうかその指で美しい音色を奏で続けてくださいませ。